どうですか、この気持ちいい。気持ちいいですか。え、それ何割ぐらい。そんなじゃないですか。もう全然こう、手当ててね、手当てて自分の体をぐーっとこう。なんだ。ぐーっと入れてるだけで。え、座ってますよね、それ。座ってますよ。そう。座るのも座って脱力するためですよ。立ってこう中腰だったら力入るじゃないですか。はい、ああ、はい、ああ、ああ、全然入る。でもいいかどうか。だから、ガソリンスタイすると、もっとふわっとした。そっちの気持ちいい。うん、気持ちいいでしょ。でも私、座ってなんて絶対できないと思う。できます、できます。まず、聞かせるの聞いてるでしょ、これ。うん。俺、全然力ない、さっき。体を固めて手でやると、こういう感じになります。こういう感じ。これ、手でやってできるようになります。あ、それも聞けるかと思った。急に入ってくるでしょ。はい。まずは、手を当てて、自分から寄っていくんですね。こうやって。トムスの体に。こう寄って、自分にの自分の方に招いてあげると、招いてからちょっとくぐっと入れたり、招いて安心感もあるし、安心感もある。こういうのが大事。いきなりここからゼロポイントからぐってやったらあるんですよ。こうやって、まずぐーっと前でこう吸着してぎゅーってしてからくーっとこうやる。そう、ただこう支えてるだけで圧入ってきますから、ね。うん、肘も曲げてないからね、人。肘伸ばしてやってダメですよ。伸ばしてやるといきなりガツッと。ああ、うん、それがいいかと思って。ガツッと。自分の指も痛くない。うん、曲げる部分、曲げた状態でこう。へぇ、っていうことですね。はい。まあ、でもこれ、牽制はここですから、これ。牽制をこうして、今、サボスのこの辺からね、ぐーっとこう、指の針をこう。もうここで聞いてるでしょ。わかりやすい。わかりやすい。そうすると頭のピーです。これがツボです。いや、これをちゃんと聞かせて、こう探すための方法が、こう、ほぐしを探しにする。探すだけじゃなくて、ほぐしにするってことですね。探すをほぐしにこうして見つけたところをつん。聞いてるでしょ。やだー、何それ。ですふむこいるんですか。やだ、ちょっと飲んだくれ。はい。今度、考えは肩甲骨のこの血がずっと上ったこの、もうここでこれです、これ。これ、これ、これ、玉ね。これを、わーっと捉えてあげて、この逃げますから、こうやって逃げますから、ちょっとこっちから、こっちからこう、くるっと。やり方違う。っていう感じでくるっとこうしてあげる。このように。あとはこのこれ玉自体の上からこうくるっと捉えてあげる。逃げないように。くくくくる。っていうのをやわらかくこういろんな角度からこうやってあげるとこういう感じになる。うん、全体がやわらかい。やわらかいでしょ。やわらかいって聞いたでしょ。柔らかいと聞くんだ。柔らかいと体に対してはすごくね、あの優しい刺激なんです。揉み返しもないです。だって筋肉をこういう揉み返しなんですよ。こういうの、こういうのゴリン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 、あえてやってるけど、こういうの揉み返しになります。こういうの、こういうの。でも、こう探す、ふわっと探して、最終的にこれこう見つけたら、そこツーンとこれ。いやだ、全然違う。こうして、今これでやります。この胸部上筋、肩甲骨意識して、ここに上、ここに次は、ここは角度的に立った方がやりやすい。立って、見つけて、ここでつながる。え、そんなとこやられたことない。ないでしょ。これも結構効果的なツボ。極炎ってツボなんですよね。それも極炎ってツボの前。で、この胸部上筋の前にやっていくと、ここに平育っていうツボがあって、この際のところがこの、股骨だとか、こうあるわけです。ここの、牧場筋という筋肉をやってます。その途中途中にツボがあるよという感じですね。あともここ、この全部揺れてるだけでは変わりますよ。あとこの際のところからね、これやってます。肩より全然なんか、入ってくる。でやったらこの食上と極下のところ、ここやってます、今日下のところ、ラインね。
わこれもこの極って筋肉肩甲骨の形をちゃんと知ってることによって探せるわけじゃないですか、うん、大きく言うとこれ、はい、これ極下かっていて極下のすごくえぐれてるこの、はい、くぼみのところですね、ここ効かせるところです、これも指の腹でやってますからね、これ点でやるとこんな感じになります、面でやるんです、面で捉えてうわっ、すごい、うわーキックもう全然力入れてないですよ、うそほんとほんと、力なんか入れないです、力入れてやるとこういう感じになる、体を固めて、腕だけでやるとこういう感じになる、押してるでしょ、痛い、これ押してるでしょ、突き放したら一緒、まずは受け入れる、受け入れて、なんか自分の中にこう入れてから、そこでクッと入れて、こう、たぶん優しいけど効くでしょ、これがね、寝ぼけてる人 その自分がちょっと大切にされてる感があるわけですよ、優しくちゃんと手当てって言うんじゃない、手当ててんだよね、ちゃんとね、これね、突き放しちゃダメなんですか、それは突き放してますか、これまずは手で当てを当てて、ちゃんとこうね、招き入れて、ね、ちゃんとこう招き入れて、こう祝福をしてあげると、ちゃんとね、こうそれからその中でグーッとこう効かせて、そんな感じがいいですね、はい、で今度ね、テンソー鉄棒やっていきますよ、これ肩甲骨の価格とこの肩峰というのがあるんですが、この間を外側からスポンと上がったところ、この筋肉のこれ束がありますからね、今はちょっとあえて分かりやすいようにやってますけど、こことここの隙間に指の腹を入れて、この第7頸椎の方に向かって圧をツンとちょっと入れてあげる、分かるです、分かるでしょ、これビンビンに効いてるでしょ、まあ、人によっては腕までちょっと響きが来るとか、首の方まで来るとかいう人もいますけども、これも指の腹全体でこう、そのままこう、こんだけでいいわけです。聞いてるでしょ？そんな、そこ、そんな丁寧にやってんの？こう、こう、こう、こうです。これもちゃんとこっちに向かって連れてるかと聞くけど、じゃあこっちに向かってやってみますね、ここ、ここじゃなくて。こういうのも聞かないですか？ああ。ちょっとのこと聞かないですよ。こんだけやってもなんか変な感じで、これをこっちにすると、こう角度変えていくとこう効いてくるんですよ、ね、こんだけのこと、いやそういうこと知ってるかどうかが大事です、その知ってるそのやり方を、はい、方法をまず、まあ、僕がね先生だとしたら先生からまず学ん でそれをもうそのままやってみると思います、お客さんに、でそのやり方をちゃんと知った上でやれば、僕のやり方がまあ100だとしたら50以上の成果を出せるんです、ちょっと本当はこうなのがちょっと角度、高度も効くじゃないですか、それがだんだん精度が上がってくるとこういう感じになってくる、角度も最初はこのぐらいだったのがちゃんとした角度、これだとも効かないですか、ここからこれがだんだんこうなってくると上がってくるでしょ、っていう感じ、まずはその身を見まねでやっても 50% 以上の勝率を上げれるやり方をまず知ることですね、そうしたあと身を、あとまずそれを知った後に動画とかで復習してお客さんの体でやって感覚をつかんでいくこと、それで反応してくれるから、あそこそれ、ああいいねとかね、これ大事です、まずはちゃんとやれる方法を知って、そのやり方方法をまずね覚えるんですね、あとこの高校っていうね、この価格と上格の間のその内側のライン、ここにすごくポイントがこうあるのでちょっと探していきますね、これもこうだいたいおおよそ真ん中見つけて、肩甲骨の内側に指を入れるんじゃなくて、どちらかというとこう肋骨側というか中心の方に向かって圧を入れて、ここじゃないとですね、こうしてこう動かすとどっかでツンと効くポイントがあるんです、多分この辺ですね、どうですか、これはまあこんなです、この辺からでだんだん来ますから、これここじゃないですか、これだいたい大腿肋骨の上にあるんですけど、これ後方っていう効かせ方をする、ここがあんま来ないけど、多分この辺から来ますね、これ、はいはいはい、これ、多分これだと思います、手応えあります、これどうですか、その時来てます、これもすごく楽になります、もう現代人、術神経結構ね、狂ってるというか疲れてる人多いんで、はい、その疲れって大体背中なんですよ、はい、ここはもう本当にそれに効く、このここからこう上げてると、ここで響きが来るでしょ、これを捉えてあげることがあるんです、そしたらここから上にも吐く部分っていうツボがあるんです、この辺とか、この辺とかも、はい、この本当ピンポイントでしょ、肩甲骨の内側にね、グイグイ入れてもね、非常に効くんです、そうそう、こういう風にお客さんと聞くと、これどうですか、ここどうですか、あ、これですか、あ、じゃあこれちょっと効かせてきますね、楽じゃないですか、仕事として、はい、こうやってやっていくんです、お客さんとセッションっていうことはやっぱ会話対応しないといけないから、こ
こうやってこの上でどうですかってお客さんね、ちゃんとね、言ってほしい、教えてほしいです、こっちとしてもね。お二人はお客さんが答えやすいように聞いてあげる。そのためにはやっぱ技術がないとダメなんです。ぐるっとしていく。それどこ肩甲骨の肩甲骨の内側ですね。あの手ぬぐいにも印してありますよね。お客さんで練習すればいいです。あの手ぬぐいをかけてお客さんに。え？お客さん見えないですよ。なんか見えない。内側ですよね。こっちが肩甲骨内側のここ。肩甲骨内側に入れるわけじゃないですか。ここです。はい、これでもう肩終わり。はい、でこの左側ちゃんにやっていきますよ。はい、また剣術はね、剣術の角度がこう、こうだから、ね、角度が浅いから座った方がやりやすいです。だから本当に単純な理由。立ってね、膝を曲げてね、力んでるぐらいだったら座った方がいいと思います。それが気になる。まあ、耳やっぱ張ってますね、耳の肩もね。全然いいでしょ、これで。ああ、それぐらいって。でこれ面にやってるんですよ、これ。指の腹全体で。これ点でやるとこうなりますよ。刺さるでしょ。痛いんですよ。面でやらなかったら、こう2回入れて、こうグーグーっとかだね。で、圧入れてしまう。ここで効かせて、インパクトね。インパクト感じるじゃん。グーグーグーってきたでしょ。そうするとまたグーって2回入れてあげた方がいいです。グーグーって感じ。それに合わせて自分の体をこう動かしていく。痛くないでしょ。痛くないでしょ。なんで痛くないかというと、面でやってるからです。面で点でやるとこうなりますから。それでいいのかと思った。これね、点でなるでしょ。点は痛いんですよ。効いてる。効く感はありますけどね。これが好きな人もいますよ。なんかこうしてこれしかやってなかったみたいな。これもいいですけども、これもできて、これもできた方がいいでしょ。別にあの一つにこだわる必要ないので、いろんな種類できた方がいいので、面でこうやって効かせるやり方も覚えて、点で効かせてほしい人の場合は、曲げ指でね、こうやってこうツーンと効かせるやり方でも、まあこうでもいいし、まあ、それはその人の手の作りによって変わりますけど。あ、もう緩んできましたね。ふわっとしてきた。もうふわってしてきたらもういいです。料理でもそうでしょ。タイミングってあるでしょ。このタイミングでこう、出すとか、このタイミングで何か入れるとかあるじゃないですか。それを誤ると焦げたりとか、硬くなったりとか、もうその美味しさは損なっちゃうでしょ。まさにそうです。やってて、あ、ふわっとしてきたなって言ったらもうやめる気ですね、そこは。それ以上やりすぎちゃうと、揉み返しになったりします。でこれちょっと全体的にこうほぐしてふわっとしてきたら、その中にあるこの芯を食う。芯を捉えてあげる。この保健室があるこれを捉えてあげる。頭が来るでしょ。首来てるでしょ。全然力入れてないでしょ。こう捉えて、そこで止めてあげることがある。これだけです。でも効かせパンスになってるでしょ。まあ、そんな力は入ってないんですよ。でこれがずれるとも効かないですよ、これ。効かないでしょ。ここでしょ。あ、この、この、ここでしょ。この感じ、この感じ、これができるようになるためのその指先センスを磨くのは、もう日々のお客さんとのセッションの中でいろんな人の体を触って、もう自分の中にこうこれなんですよ、入れていくと、もうこれで OK という感じ。で、剣がよくちょっと探して、もうここにあると分かったんですよ、これ。これ肩甲虚筋という筋肉の筋肉、肩甲骨についているこの際の部分なんですけどね、これね。これを見つけて、もうこれでもいいですよ。見つけたらそれを丁寧にこうゴロンゴロンしてあげるだけで、拳になりますよ、こうやって。これ。気持ちいいでしょ、これ。これ。これでもいいです。で、見つけて、ちょうどいいところで、こう、ツンと。このゴリラマの中心を捉えるようなイメージで、こう、まずは外から入れてあげてもいいし、こっちからこうふうにやってもいいし、この上からこう押さえてもいいしね、これね。っていう感じ。でこのコリコリの一番なくなりはしませんから。ほぐれてちょっと柔らかくなる。そうしたらもういいよって感じ。ここもこれでしょ、これ。これ。それが。いや、その聞かれたところ、この人これ聞いてるな、これ聞いてるなっていうのをちょっと探してあげて、そこでツンとこうね、やってあげるような。イメージですね。よし、いい条件になってきました。黒煙ですね。
本当セットして、あ、ここだなって見つけるじゃないですか。この曲の上で、うん、肩甲骨の内側からストンと上がったところ、上がったところ、ここないわけですよ。交差点みたいな感じで見つけて、で、ここでキュンと入れてあげるだけ。適正なところに指を置いた後は、ツンとそこに意識だ、意識入れてくれるんですか。意識を入れてくれるんですか。通じる、ここで通じればもう、これ聞いてもらうわけ。グーグーグー。で、強弱は、もうその人の体のこのね、凝り具合で、まず最初は横にやればいいですね。反応を見ながら、で、こうはこのぐらいなのか、このぐらいなのか、このぐらいなのかって変えていけばいいですよ。そんなとこやってない。やってないですよ。この特上筋はね、絶対やった方がいいですよ。いや地味なとこなんですけども、すごい効果ありますから、これ。やってないよ、そんなとこやってない。骨の上じゃないですか。骨上筋系で、ね、骨がある、その上のここの肩甲骨のままね、隙間があるんですよ、ここ。よいしょ。この引くポイントっていうのをね、やってあげる。すごいやってあげるのが大事です。そうすると効果があるんですよ。ね、北斗の拳のあの、飛行と一緒ですね。飛行ついてないと効かないでしょ。敵目つけられないわけですよ。ちゃんとその適正なところ。もね、とこ聞くとこれも方向があるんですよ、ちゃんとね。まっすぐと肩甲骨を押しちゃうだけだから、これだとこのちょうどいいこの角度、ここの角度。これ、いいでしょ、これ。これ。肩甲骨ですか、それ。肩甲骨です。肩甲骨の上ですね。上で肩甲骨の乗ってる状態というかね。で、さっきほどの肩甲骨。カメラ位置変えます、ね、価格があって肩甲骨の価格が今ここにあるから、でこう、こういう状態になってます。後で動画見てくださいね。で、肩甲と価格を結んだ真ん中、外側がここにあるので、そこから上がったところ、さらにここに筋肉がこうあるので、そこに対して圧を入れて、連絡ケースに向かって、こういう感じで、連絡ケースに向かってちょっと圧を入れていく。見つけて、見つけて、真ん中取ってからすぐ上がった、ここにありますかと、コリンコリンと。それに対して指の腹全体つけての、詰めただけでも効いてますか？効いてるでしょ。筋肉と骨の隙間に入れていくだけです。こうやって効いてますか、ね、こんな感じ。何も力入ってないですよ。だからこう詰めて、クックックってこうやって。これは効いてるけど、これがこういう角度だと効かないでしょ。これだと息してきます。ここなんです。いやぁ。こっち向かってね。こっちでもいいけどね。これでもいいけど、多分こっちも効くんじゃないかな。っていう感じ。もうこれで OK。あとこう腕とかね、はい、肩のこの三角筋のところにこうやってあげるといいんですけど、もうすぐほぐれますね。っていう感じで、これで、とりあえず両肩は終わったわけです。まあ、説明しながらちょっと時間かかりましたけど、で、僕はちょっと首やっていきますね。はい、首のこの境のここ、うん、ここに対してこの45度の角度で指の腹を全体をつけて、で左だったら目の方向に向かって詰めていくと、これ効いてます。どうですか、これ眼精疲労のツボでね、天柱ってやつですね。天の柱と書いて天柱、ぐーっとやって詰めていくことです。ちょっと奥に入っていきます。ここなんです。多くの人はだいたいこの辺やります。あ、はい、この辺でグッとこうやってやつ、これダメです。あとは押さえて、もっと下のこのね、この後頭下筋群っていうこの筋肉群があるんですね。首を動かしてる、目を動かすだけでも動く筋肉があるんです。ここにここを狙って奥に詰めていくと、ここでもあれです、インパクト、これ効いてるでしょ。スラーンと後で景色がね、明るくなりますから楽しみにしていてください。
ここね、これ。これでいく、OK。もうこんだけでいいですね、首は、ツボは。この隣に風池とか肝骨とかあるけど、もうやらなくていい。まず天柱だけしっかりやってあげる方が大事。ここです。で指に貼らない。点でやってたね、点でこうとか、こうとか。ああ、点でやってる。痛いです、これ。面で捉えて、奥にねじ込む。これだけです。よいしょ。で、面でやってるから、体に対しても首に対しても危なくないし、例えば押しすぎたとしても大丈夫。これでも大丈夫。効いてる場合には、体への、この皮膚、あの筋肉の負担は少ないです。これはいかにダメです。下がるんで、奥に入るんで、危ないです。っていう感じで。で、こうやったら、そのままの角度の指の腹で、こう、首の後ろの蹄付きのところをスーッとこう、これもこう当てて、もうちょっとこう、ぐっと、純熱入れながら、当てて。面でやる方がいいですね。ぐーっと。で、このところ体幹の圧を使って、手だけでやる、ね。体をちゃんと揺らしながら、その揺れを指先に届けていく。ぐーっと。で、やったら今度横ですね。横も腹でガバッとここ、シャカド筋肉、シャカド筋っていう筋肉のね、前中後って前シャカド筋、中シャカド筋、後シャカド筋ってなるので、ここが張ってるんですよ、そこ。これも指の腹つけて、肘曲げて、体幹を入れて、ぐーっと招き入れてから、体の、ね、お客さんの体をぐーっと自分のところに寄せてから、寄せてからそこでぐーっと意識したい。ぐーっと、これでいいです。でこの人の方までこうねやっていくと、うわばこれです、ね、終わりました。うわそんな前やらない、なのでやらないでしょ、うん、でさらにこの強さの乳突筋のところを、はいはい、指のこの四肢でここですね、ここいやそんな前までやるこれやるんです、これです、すっきりしますね、これ。これです、これ。強さの乳突筋っていうね、はい、首が回らなくなるときにこれして、これです。はい、借金で首回ってないですよ、これくらいですから。これね。これ。でこの小強さの乳突筋のこの真ん中あたりに、血管の調整のツボの腎毛っていうのがここにあります、これ。これ一個してもらいます、ここに。これをこう引っ掛けたりするツボ。腕は、すごいでしょ。腕まで来るでしょ。腕までの筋肉、ここから出てくるんですよ。前シャーク筋と中シャーク筋の真ん中あたりから、この辺から腕に行ってる動脈、静脈、神経があるんですよね。だからこの辺をほぐしてあげると腕も楽になる。冷え性の人とか、だいたい結構首を取ってる人が多いね。腕の血流を阻害しちゃったりね。ここの首の疲れが、首の取り、これ、これ。これも指の腹全体で四肢でね、こうやるから大丈夫なんですよ。これ一本で痛いですよ、これ。点になるんでね。指の腹全体でこうグラデーションかけるようにこうね、やってあげる。これはもう本当に指の力だけでやってる感じだけど、でもここで親指で支えてるから、結構もう原理も使ってないですからね。これだけでやるとこうしんどいから、ここでこう引っ掛けてるから、こうグッと、グッとこう、できるわけね。まあ、女性の力で全然できますから。こう肉をこうやったり、そうでしょ、やってもらったことないでしょ、こんなに飛んでくる、でやったで、今度こちら、手厚いでしょ、いやー初めてかもしれない、こうして指の腹を斜めにつけて、斜めとかこう横にして指の腹つけて、これだとダメなんですよ、これだと向こう圧に入っちゃうんで、うん、こうね、こうこの状態で入れて頭、こう分解こそ頭とこの首の境に入れてきながら目の方、左目の方向に入れて、ここでも効いてます、うん、ずっとこうして、こうして、クッ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 ク、こう、うん、この中で目がね、すっきりしますよ、後頭下筋群を狙ってクックックック、こう目を動かすだけでもここの筋肉が動いて、首ってこう動くんですよ、頭って、うん、なのでもう現在じゃスマホとかでこういろいろね目を酷使してるからここはやっぱ疲れてるんですよね。でここ目眼精疲労のツボでもあるからこれやってあげるんですよ。これだけです。でやったらそのままの手の中の角度でこう首の後ろのこのラインをこうやっていくと。ぐーっと体幹を使ってね。
で今度は横ですよね。この胸鎖乳突筋っていう筋肉のこの乳幼突起っていうのは右の後ろにあるその下のあたりからこう指は、ね、曲げた方がいいですね。こうやって全体的にこう補填でこうやるんじゃなくて全体的にガバッとこうするもう掴んじゃう。で後ろのこの四肢でもちょっと支えながらねこうねやるといいですね。こうやって把握しながらこうやっていく感じガバッとこうガッてる人も大丈夫この筋肉の感じを確かめながらこうやってもね。だから面でやるんです。点でやると痛い。点でやると分かるんです。でもそうやってやってるかも。面です。面で、面にやって点で点を捉えるって感じです。うわーっとこう下の方に、この牽制になった時にこうやってやって。いいでしょ？今度は、この胸鎖乳突筋の前の方ね、ガバーッと、同じ強さですよね。同じ強さですよね。同じ強さですよ。なんか右左なんか。右の方がなんかあれですね。ね。ちょっと反応が左ほどじゃないから。ですよね。合ってるから。左の方が反応が高いっていうか、左の方が疲れてるじゃん。背中のこの辺疲れてるから。そうなんだ。うん。なんか全然、こっちはなんかすげえ気持ちいい。気持ちいい。なんか安心しておける感じですね。左の方が反応というか、はい、受けた時、はい、感じ方違いましたね。チャレンジが。うん。うん、それで左右さんもお客さんで、ね、こう感じてもらって、うん、あ、左に負担かかってんだなとかね。で右にほぐれると左ももっと楽になります。そういう人。で、こうやって。こんなところでやんないでしょ。うつ伏せでも、ね、できるんですよ。こうやってやり方方法を知ることで済ますよね、はい、っていうふうにこうやりましたと。あ、でもここやなかった右の、うん、しますよ、はい、こうやるときは腕を落としたほうがいいです。肩甲骨もよく出ますから、はい、やりやすくなりますね。私たち上に乗っけてます。ああ、膝を乗っけ。それやめた方がいいですね。こういうやつでしょ。こうやってちょっと失礼しますね。こうやって、はい、こうやって、こうやって、そうですそうです。こうやって、こうみたいな、こうみたいな。この声どうですか今受けるって。いや、それが普通だった。じゃあこういうまだねこう支えてる分ならいいんですよ。まだね、お客さん力抜けるから、はい、こうして、こうしてそのままこうやってる人います。あ、そっか。これ嫌じゃないですか。力抜いてみてください、はい、落ちますから自然と、はい、ね、それでストレスかけてる人結構いるんですよ。でこの姿勢自体が辛い人もいます。います。ここになんかね、こう当ててこうなってるのがまだ楽なんだけど、はいはいはい、こ肩が前に巻いてる人がこんな風にしたらしんどいわけですよ、これだけで。だからそうじゃなくてもこれでいいです。横にするだけで出ますから。ただこの下角と上角の間のここのところで肩甲骨を内側に入れるんじゃなくて逆ですね。こういう角度でまずちょんと入れて、こうで上にやって探してです。ここを内側にもうちょっとここのここかなみたいな追っていくわけですね。多分ね、この辺の位置がここだと思うんですよ。どうですか、効いてます。でもそこはちょっとキープしてあげるんです。それに入れたいと思ったら肘をグーッと伸ばしたら入ってきますし、手に固定がグイグイ押そうと思わなくてもいいです。もう力を、肩の力を抜いてふわっとつけて、で招き入れて、でこう、うん、です。あとはこの上の方ね、こうこうやったら腹部にで吐くこと、吐くことか。まあ、ドルビスという名前がね、まあ、とりあえずこの上の方にやってあげれば手応えありますよ、この辺。ほら、ほら、ね、これもいいでしょ。これでそんなに力入れてるように思います？お前もね、力も入れてないでしょ。力入れてみましょうか。力入れてこういう感じで、痛いですね。いや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 、ね、いや、ね、いや、私上乗ってやってるんですけど、それもう全然乗らなくていいです。
なんでもうここだったら別に僕こう膝つきで、膝ついてこのぐらいの角度でもう肩だけ決めればあと前にクルッと入ってきますから、これでいいでしょ、できるでしょ、こういう感じ、これでも全然いけるんですよ。また圧が入ってくるんですか、ってくーくーくーと、この時手で押そうと思うと腕の力になるからこの辺の肩が疲れるんで、そうじゃないです、セットして前に圧をくるとね、壁を作るというか、このただこの時点で押したら後ろに自分の体を持ってかれちゃうだけなんで、ここのところでこの前にグッといったタイミングと合わせて下にクッと入っていますでしょ、あとこれでキープができるんです、でゆっくりスーッと持ってて、上なんか乗って上から押す必要はないってことですね、これでも全然できますから、クルクル、こんな状態でやらないですからね、なんか高い状態で、はいっていう感じで、これで肩甲骨と首肩も終わりました、はい、で今度背中やっていきますね、はい、背中も第7ケースのこの極頭筋から始めております、はい、この辺だともうここの隙間空いちゃうんで、この辺からね、まず第一線、背骨の基盤のところから反対側からやった方がいいですね、はい、でそこからこうクーッとで、クーッとこの背骨の基盤をこの溝に入れて、クーッと入れて、ちょっとこう、この自分の方向に圧をクーッと乗せてあげて、こう剥がすような感じだったですね。この起立筋クーッとこういう感じ、こういう方向。曲げたらこれじゃないですよ。よくやるでしょ、こうやって肘伸ばして、ね、肘伸ばして、こうやって上からこうやってやるんですっていうところなんです。これ指痛いです、めちゃめちゃ自分の。僕も指痛いです。で、押されてる方も、されてる方も苦しいでしょ、なぜかというと胸押されてこう潰されてるから、こうやってグーッとプレス筋が潰されてるような感じ、こうじゃないです、圧入れるのはこういう上からの方向じゃなくて、正しくはこっちです、45度の方向、こう下に沈めるときはこの90度でいいんですけど、圧入れる方向はこっちです、こっち入れて詰めてからこう、この壁を捉えてほしい、これこの起立筋のこの壁、ここわざと分かりやすいよね、はい、ちょっとこうグッとやりますけど、はい、こう入れてここなんです、あこれ苦しくないでしょ、これ息吸えるでしょ、呼吸もできるでしょ、じゃあこれはしんどいでしょ、つらいです、で効いてもいないし、指も痛いし、受けてる方の負担が大きいんです、ここなんです、こっち、でこの時にここで角度をこう調整してあげる、これでこのコリコリ感をちゃんと捉えてあげるってことです、これこうして、こう、ここできるでしょ、こうやって、ここ、これ、ね45度入れて、こっち方向、あとは調整して、この角度調整して、キックポイントを探して、もう肘も上がってますからね、肘曲げてる方がいいです。肘曲げてる方がグーグーって入れて、さらに入れようと思ったら肘伸ばすが入ってきますから、グーッと。肘伸ばした方がいいです。肘伸ばして、肘を曲げてた方がいいです。肘伸ばしてやってるから、指だけに負担がかかるんです。遊びがないから。こうしてやってるから、ゴーンって急に持ってくるんですよ。指にね。曲げて、グーグーっと、ちゃんとこの動きを出すっていうのが大事。肘伸ばしたら動きないでしょ。動きない状態であるから、ここにストレスかかってます、指先に。動きが全体的に指、動きがあるから、あるところに負担がかからないです、指先だけに負担がかからないです、止めた瞬間に物事って世の中の物事を全て万物腐るんですよね、ホールドして固めちゃうと、なので動いてた方がいいですか、流動してるものには負担はかからないです、こうやって動いてるものには、だから全部を動かす、そしたらほら指全然痛くないわけです、結構でパワーも出せるんです、いいでしょ、だいぶほぐれましたね、はい、で腰のところも同じような感じ、腰のところはちょっと筋肉太くなってくるから、もう腰の筋肉になってくるので、際というよりもちょっと離すとこの辺がやった方が効きます、ここじゃないんです、ちょっとこの辺の方がいいですか、ね、ちょっとそれ違いというかありますよ、ここよりもここでこうやるよりもちょっと離すとこの辺の方がほらいいでしょ、そういうのもありますけどね、こうしてそのままもう仙骨の上の方までこうやって肩甲骨の上も気持ちいいです、
やりましたと。そしたら、この反対側に行って、同じですね。